ちな、ザイオットソード。ロック、ミラージュダイブ。エドガー、ロイヤルショック。マッシュ、タイガーブレイク。シャドウ、シャドウファング。てやかで駆動、俺の名前はハットリやけどな。開演、つばめ返し。セリス、スピニングエッジ。モグ、モーグリランプ。セッター、ブラッティカード。ザワ、ザワ。ヘビでいてくれてありがとう。ストラゴス、エバーソウル。リズム、スタープリズム。午後、星を決めてよ。出直してきなしゃい。以上、全12名の瀕死必殺技を見てきました。それで瀕死必殺技って何？それをこれから解説していきましょう。瀕死必殺技とは、瀕死必殺技は、瀕死の時、最大 HP の8分の1以下の状態に発動する必殺技です。戦うコマンドを選ぶことによって、16分の1の確率で発動します。そんなに低確率なのか。はい。さらに戦闘開始から768カウント、25.6 秒の経過が必要という条件もあります。いきなりは発動しないんだな。さらにゾンビ、透明、分身状態でないことも条件に含まれます。まだ条件あったのか。やたら厳しいな。はい。なので通常プレイで瀕死必殺技を見ることはかなり稀ですね。一度も見たことないプレイヤーもいたんじゃないでしょうか。この条件ならそうだな。ツバメ返し。発動した。リフティンラブ。ミラージュダイブ。またオリジナル版では、一度のバトルでは一回しか発動しなかったのですが、ピクリマ版では一度のバトルで何度も発動するようになりました。2回目のダイブ。ほんとだ。2回目発動した。しかしかなり強いなこれ。どれくらい強いんだ？隠し必殺技の効果は即死技以外は全て同じで、魔法防御無視の魔法ダメージです。キャラによって威力は多少違うのですが、アルテマに匹敵する威力ですね。アルテマ何か。ダイオットソード、6558。この時点でこのダメージはすごい。このダイオットソードの効果値は142です。そしてアルテマの効果値は150ですね。それでもアルテマの方が強いのな。ただしアルテマは対象が単体の場合です。あと同じ魔法防御虫のフレアだと効果値60、無限頭部だと効果値128です。無限頭部よりも強かったか。そういやフレアは魔法防御虫だけど、ホーリーは魔法防御虫じゃないのか？はい、ホーリーは魔法防御虫ではありません。補強。ブラッティカード。各キャラの必殺技と効果値はこちらです。威力の高い順に並べてみました。ほうほう。モグのモーグリランプが一番強いのか。はい。ちょうどアルテマと同じ威力ですね。またシャドウの必殺技はスリップ効果もあります。へえ。そしてストラゴスとリルムの必殺技は即死効果ですね。そういやガウとウーマロは？戦うコマンドのないガウとウーマロには瀕死必殺技はありません。そうなのか。またピクセルリマスター版では、ミラージュダイブ。
回電の証を装備していた場合は、最初の1撃目で瀕死必殺技が発動し、残り3撃が後に続くようになりました。スーファミ版ではどうだったんだ？こちらスーファミ版です。ミラージュダイブ。回電の証を装備していてもこのように一撃で終わりましたね。残り3撃はなくなったんだな。はい。なお回電の証を装備しているからといって、確率は4倍にはなりませんでした。確率は同じ16分の1ってことか。また源氏のコテで二刀流をしていた場合も。大奥だけど。このように1撃目で瀕死必殺技、2撃目で左手の武器の攻撃となりました。へえ。そして2撃目で回復させると死なないんだな。そのようですね。リミット技について。なんだ、FF7 が始まったぜ。クラウドリミットブレイク。このリミット技は、FF6 の瀕死必殺技を活かして生まれたんです。全滅すぎる、入水戦。え、そうなんだ。はい。FF7 の攻略本、解体新書に載っていました。こちらの村哲也氏のインタビュー内容です。リミットブレイクの設定もしました。前作の6では、瀕死状態になると必殺技が出るようになっていたんです。でも、その確率が低いためか誰も気づいてくれなかったようなので、あれをもっと活かしてやろうと。ということですね。誰も気づいてくれなかったって言っちゃってるな。お、バレットもリミットブレイクだ。FF7 ではリミット技は大活躍でしたね。最後にあのリミット技見せて、あれですね。強肩武神破断。いやー気持ちいいね。この連続ダメージがたまらないです。でもどうして序盤でこんな強い技を？これは公式に用意されたチート技、ゲームブースター機能を使いました。そんな公式チートがあったのか。でも FF8 の特殊技の方が、より FF6 の瀕死必殺技に近いですね。瀕死になると特殊技が発動しやすくなります。エンドオブハート。エンドオブハートスター、見てみましょう。地面に落ちてもダメージを食らうという。しかしダメージ低くね。これもブースター機能を使って、序盤でライオンハートを持たせてるからですね。またそれか。最後にスーファミ版とピクリマ版の瀕死必殺技を比較してみましょう。うん、これはスーファミ版だな。ライオットソード。次はピクリマ版です。ダイオットソード。このように交互に見ていきます。オッケー。ミラージュダイブ。ミラージュダイブ。ロイヤルショック。ロイヤルショック。タイガーブレイク。タイガーブレイク。シャドウハング。やはり名前変えてもシャドウハングか。シャドウハング。ツバメ返し。今、刀を持ってなかったよな。死闘でござる。ツバメ返し。スピニングエッジ。スピニングエッジ。
ノーフリランス。ノーフリランス。ザワザワ。ブラッピカード。金は命より重い。ざわ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 。ブラッピカード。キンキンに冷えてやがる。セバーソウル。セバーソウル。スタープリズム。押しを決めてよ。押しを決めてよ。免許改善者。以上12名の瀕死必殺技の比較でした。クリマ版は技名と同時にアクションしてたな。そうでしたね。そうそう、一月になったけどスーファミ版のこのロイヤルショックのエフェクトも位置ずれてね。私も気になって他の敵で試してみました。ロイヤルショックやっぱずれてるな。ロイヤルショッククリマ版では位置が修正されましたね。これはロイヤルショックサスペンス。それでここで終わりましょう。オツオツ。動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ハットリファング。